はい、よろしくお願いします。どうも、愛知です。今回はゲストに来ていただいております。では自己紹介よろしくお願いします。はい、資格スクエアというですね、オンラインで司法試験とか資格試験を学習するサイトをやってます、紀藤と言います。はい、紀藤さんです。代表です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、緊張する。はい、緊張する。ということでですね、今回紀藤さんに来ていただいてですね、紀藤さんは暗記のプロと。そうですね、言っちゃっていいですよね。いいですよ。もうやばくない、言っちゃっていいって言ってるからね、本当に。ざっくりですよ、暗記の仕方教えてください。超オープンクエスチョン。ですね、はい、中高生っていうと、はい、まあ主に期末テストとか、あ、そうですね、そこら辺があれですよね、あの大きなこう節目になるんですよ ね、 そうですね。まず一番重要なのはですね、はい、暗記するべき対象を特定するってことですね。特定し絞るってことですね。なるほど。だいたい暗記が苦手だっていう方のほとんどは、はい、例えば文章であったらこの文章を全部丸暗記しようとかね。あー、なるほど、教科書の文全部みたいな。そう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 。あー、なるほどなるほど。そういう人結構多いんですよ。なんですけど、はい、もうおよそ人間の記憶力としてそんなもの覚えられないので、それは私も覚えられないんですね、うん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 、もう暗記のプロとか言いつつ覚えられないわけですよ、はい、そんなのね。なので、はい、いかに例えばある特定の文章があったらその中に、ね、覚えなきゃいけない単語とかだいたい2つか3つぐらいなわけですよ、はい、なのでそういうものをしっかりと最初に特定するってことですね。まあターゲットを決めるってことですよね。そうですね、これを覚えるっていう。そうです。じゃあ次にそのターゲットが決まりましたと。でよく、はい、まあ、歴史の教科書とかだと太字になってるじゃないですか、はい、その大事なところ、はいはいはい、そこを覚えたとして、うん、今度次の悩みが来るんですよ、うんうんうん、覚えたことを忘れてしまうっていう。それは当然です。でさ、それをじゃあ忘れないようにするにはどうすればいいのか。覚えているっていう状態を続けるためには何度もやんなきゃいけないわけですね、うん、で何度もやるんだけれども、そのいわゆるその短期記憶っていう、まあ、すぐ忘れちゃう記憶からこれずっと覚えてなきゃみたいな、お父さんお母さんの名前みたいなのね、そういうところに行くためには結構こいつをね何回も刺激しなきゃいけないわけです、はい、なので1回覚えましたと、じゃあ1日後にもう1回復習しました、3日後にやりました、1週間後にやりました、2週間後にやりましたみたいなね、私はだいたい4回ぐらいやってくださいって言ってるんですけど、はい、全部で最初に覚えるのと合わせて5回ですよね、はい、それぐらいやって初めて短期記憶から長期記憶に行きやすくなるわけです。でもう一つは、はい、この回数が少なくともこっちに行くっていうケースがあるわけですね。それはですね、強い感情を伴うということですね。例えばものすごく感情が動いた映画がありました、はい、その映画の内容っていうのは別に5回も見なくてもね、かなり覚えてるんです。あー、なるほど、はい、それはもう悲しい出来事だろうが嬉しい出来事だろうが同じなんですよ。かなり強く感情が揺さぶられるとその記憶ってその場面をすごい覚えようとするんで、意図的にその状態を作り出すみたいな。歴史が好きな人とかいますよね、はい、例えば日本史が好きな中学生とかいるとするじゃないですか、はい、その子たちは日本史のそのストーリー読んでたらワクワクするわけですよ、はい、確かに。うわ、長篠の戦いって武田信玄とみたいな、はいはい、こんなところ戦ったんだみたいな、はい、何千対何千、大丈夫なのこれ勝てんのみたいな、はい、そういうことを思いながら読むわけですよ、好きな人、はい、そうですね。そうするとじゃあ確か1575年だったと思うんですけど、はい、その年号とかっていうのはもうね、なんていうんですかね、もう覚えようとしたとも覚えちゃうわけですよ。もう自分の中でドラマになってるわけだから、はい、なのでもちろん反復継続して覚えるっていう側面も重要なんだけど、自分に強い刺激を与えるっていうね、はい、それも一つ、もう一つの方法としてあるかなと思います。まあこのいろんな、例えば嫌いな科目とか、まあ、苦手科目の方が暗記しにくいじゃないですか、やっぱさ興味があれば入ってきますけど、うんうんうん、でそこにじゃあ苦手な、例えば数学の公式を覚えなきゃいけないと、うんうん、やりたくないと私はという子にそのなんか感情を揺さぶるっていうのはちょっと難しい、うんうん、そうですね、なんですかね、それはもう嫌いな食べ物を目をつぶって食べるみたいなもん。確かに、舌の裏側にネギ入れてなんとか飲むみたいなやつですよね。もうどんでだけ感じないかっていう。それか、語呂合わせなわけですよ。あー、いわゆる、なるほど、水平リーベイ僕の船みたいなのあるじゃないですか。ありますね。あれを水平リーベイっていうよくわからないね、架空の人物みたいなやつを設定し、うん、僕の船みたいなのよくわからないけど、はい、大体あれは自分の中で情景を思い浮かべるわけですよね、はい、でそれによって覚えるべきものが短縮されてるわけですね、語呂合わせっていうのは、うん、はい、だから本当は嫌いな食べ物なんだけど、うん、その嫌いな食べ物もギュッと凝縮して、はい、でなんとか自分の意味のわかるものにして食べるっていうね、うん、はい、だからそういう風にしてなんとか嫌いなもの、嫌いなもの少ない方がいいんですよ、少ない方がいいんだけど残っちゃうから、はい、その嫌いなものでもちゃんと食べられるような形に加工してあげるってことですね。はい、それが重要かなと。
さっきの反復練習とかあったり、まあ、あの代表5回っておっしゃってましたけど、はい、自分も結構反復練習を言うんですね、はい、で紀藤さん自身が自分の実践として、はい、例えばこういう感覚で反復してたとか、こういう風になったらもう反復しなくても OK かなみたいなって感覚ってあったりしますか？あーでもまあそうっすね、あんまり細かくは決めてらっしゃる、細かくは決めてないですが、はい、こうやったら OK、見た瞬間に分かることですね。その反応スピードみたいなのを見てるかもしれないですね。まあ、パッと見たときに、うん、まあ、数学だったら例えば解法がすぐ出てくるとか、あ、そうですそうです、だったらまあこれもいいや、やんなくて大丈夫だろうみたいな。そうですね。でもちょっと悩んでしまったりしたら、うん、じゃもう一回ちょっとやった方がいいかなみたいな、うん、ああなるほど。だから英単語だったらハブとかメイクとかだったらもう見た瞬間分かるじゃないですか。そうですね。だけど、なんだろうな、アブリビエイトみたいな出てきましたね。短縮するみたいな、はい、みたいなね、なんとか覚えてる俺みたいな状態だったら、やっぱり覚えてたとしてもちゃんともう一回やった方がいいよねっていう判断になります。代表、あの暗記のための7か条っていうのがですね、うん、私の元に届いてるんですけど、なんとこんなレターが、レターが、お便りが届いたんですけど、はいはいはい、こちらちょっと僕がちょっと歴史の話したからですかね、ですかね、五か条のご専門のこれ並ぶやつですよね。7か条ですけどねこれちょっとあの紹介していただいてもいいですか？そうですね、はい、私の方でですね、はい、この忙しくても一発合格超高速暗記術っていう資格試験のね、はい、主に資格試験をまあ想定した本を出してるわけですよ、はい、でこれまあ一冊ね、もしまあ買っていただけると嬉しいんですけど、はい、これを買わなくても、はい、このエッセンスのね、はい、この暗記のための7か条っていうのにね、はい、あ兄ちゃん見てるでしょあのまとめたんで、はい、あのこれをですね、このハイチさんのチャンネルから、はい、資格試験もチャンネルやってるわけですよ、はい、だからその資格付けチャンネルに来ていただいて、はい、登録をして、はい、そして何から来たよって言えばいいですか、ハイチから来たよって言えばいいですか、オッケーです。仮面ライダーでもいいんですか、やめましょうそれわかんないです見てもらえばわかりますけど言ってくれればね、この7か条のやつを、はい、もう人数無制限でプレゼントしちゃいますから、はい、ぜひぜひ、はい、なのでまあ、ぜひね、資格付けチャンネルっていうのも勉強法の話とか、そうですね、うん、まあ、弁護士の話とかね、はい、そこら辺発信してますから、はい、ちょっとこの人のむさ苦しい感じ、ハイチさん引いてんじゃねえのって思ってる人いると思うんですけど、まあ、若干引いてますけど、おい、引いてないし